皆さんこんにちは。バス停から1、2、3歩、この番組ではぐるっと堺のバス停から私がカメラを持っていろんな人たちとお話ししたりしながらお散歩します。今日のバス停はこちら安東です。今日はですね、この安東で4月20日おしま祭りが開催されるということでやってまいりました。どんなお祭りなのかわからないんですけれども、とても楽しいお祭りなんじゃないかと期待して行ってきます。どこでお祭りやってるんですかね。すごいなんか住宅街に入ってきちゃった。道が狭い、やばい。ごめんなさい。おー、びっくりした。びっくりした。君は懐っこいね。猫いっぱいいますね。あー、すごい。あれ、おしまですかね。私あんまおしま来たことないんで。すごい、鯉のぼりめっちゃいますよ。なんか適度に風が吹いてちゃんとあの鯉のぼりが泳いでるみたいになってる。あれですかね、今日そのおしま祭りだからあの鯉のぼりがいるのか。激しい戦い。頑張れ。子供みこし出たのもすごいちっちゃくて可愛かったけど、今から男みこしが出るそうです。迫力がやばかったですね。みこしに引かれるかと思った。でもやっぱり三国だから男みこしは船なんですね。すっごい綺麗ですよね、色。
危ない、道じゃない、あそこてっぺんまで上がってくるんだ。乙女みこしが頑張れ頑張れ、なんか男みこしと変わらないレベルで重そう。すいません、すごいみこし重いですか？重いです。大丈夫です、頑張ってください。大変だ。でもこんな狭いところ通るんですね、あの大きいみこしが、あの 大人数が。見ると迫力すごいですね。すいません、さっきからちょっと疑問に思ってたんですけど、あの黒い仲間の人、団長さんなんですかと思いますよ。だから一人だけ袴なんですね、はいはい、なるほど。あ、次女みこし。やっぱ女みこしは花がありますね。ご苦労さんです、頑張ってください。すごい、男みこしとか他のみこしもみんな東尋坊まで来るんですね。
かった。断崖絶壁の獅子舞かっこいい。え、すごい。崖の先端では獅子舞が待ってるし。なんか不思議。私が両手を広げたこの幅をあのみかしが通るらしいんですよ。でもなんか一番見どころらしいんで、もう先回りして待ってよ。ほら映してるの。ゴンって言ったゴンってまだ来てるのか。行ったところ。行ったんだ。あっち行って。帰ってくるから。
とうクライマックスです。あの船みこしがこの寒い中この海に入るそうです。すごい迫力ですよね。入水する瞬間なんかすごい鳥肌立ったんですけど、ね、やっぱ水冷たいからみんな辛そうなんかなと思ってずっと顔とか見てたらみんな笑顔ですごい楽しそうやし、上がってきた時もみんなあ気持ちよかったとか楽しかったとか言ってるんで、すごいもうやっぱりみんな楽しいお祭りなんですね。島祭りに参加してその祭りに参加している人たちがすごく生き生きしているなっていう印象が強かったです。なので安島の皆さんが1年幸せに過ごせるんじゃないかと思いました。